本の安んみ六6月15日隊は、日本の女優、タレント、グラビアアイドル、作家である、トゥルースター所属、神奈川県湘南で生まれ育ち、弟が二人いる。中学三年生の時に、テレビ東京のバラエティ番組、シブスタイス BST のコーナー、フェロモン中学生に出演したのをきっかけに、芸能界デビューする。同番組では、本名の、ミミ名義で出演し、 湘南育ちということから、フェルモンサーファーというキャッチコピーが付けられた。芸能人女子、フットサルチーム、ファンタジスタに所属していたが、チームは2009年3月31日をもって一時休部になり、これにより当時の事務所も辞めている。2011年2月に、千葉県南房総市白浜で、初めてのイメージ DVD の撮影を行う。同年5月27日、 グラッソより最初のイメージ DVD、アンチョの唇を発表した。2012年6月、ヒテレジェニック2012に候補生45名の中から選出される。また、翌月のロンドンオリンピックのサポーターガールを務める。以降、石原里美に似たグラビアアイドルとして話題を集める。2013年4月、テレビ CM グリコ入業、ドルリッチに、 ドロリッチガールズのメンバーとして出演。この年後半の活躍は目覚ましく、2014年には今や雑誌グラビアで見ない日はないと評される人気グラドルの一人となった。プレミアグループイメージモデル、ライブガーデンイメージモデルを務めているほか、2014年には官能小説家デビューを果たしていた。2017年7月20日にラストイメージ DVD、あんな夢、こんな恋から、 アンナコンのファイナルイメージを発売。この最後の DVD を持ってグラビアアイドルを卒業すると各マスコミで報じられていた。しかし、翌2018年1月1日付の東京スポーツの記事ではグラビアのお仕事をすべてやめるとは言ってないんです。まだグラビアをやりたいとも思っていますし、卒業という表現はちょっと違うんだけどなと思ってましたとグラビア活動継続を宣言。 現在は女優業に軸足を置き、その傍らグラビア活動を継続させる。小説執筆は大石啓、しつけられたいで表紙モデルを務めたことがきっかけ。性愛を軸に描くことが多く、恋愛やセックス描写は取材をもとに書いている。自分の経験が元になっているかどうかは、そういう部分も少なからずあったりなかったりと発言している。ありがとうございます。